スカイが新曲『天の弱シー』をリリースした。3月にリリースした B に続く約半年ぶりの2024年第2弾デジタルシングル『天の弱シー』。恋多き&悩み多きフロントマンマイクモがお届けする切ないラブソングだ。本心を見せない天の弱な女の子に恋をした。そんな女の子に寄り添いたいけどうまくいかない恋模様を寄り添って泳ぐオタマジャクシになぞらえて表現。片思いの気配濃厚な恋の始まりを雨の似合う切ないメロディーが引き立て、切なく胸に響く。昨年以降従来のインディーロックサウンドからロマンティック&エレクトロ&ダンス要素が強いサウンドへの変遷期であることを感じさせた図解だったが、考え方や方向性の違いから今年4月から8月までの4ヶ月間活動を休止。その時期を乗り越えバンドはどう変化していくのだろうか。活動休止を経て初めてリリースする天の弱シーに注目だ。久しぶりの新曲リリース直後の10月13日には大阪南エリア一帯にて開催されるショーケースライブフェスティバル X プレゼンツ FM802 35th アニバーサリー BE ファンキー南ホイール2024に出演。10月15日にはラブポップボリューム44南ホイールエディションマイナスに出演と、立て続けにライブが決まっている。マンクモ GVO コメント久々の図解の新しいシングルがリリースしました。タイトルは天の弱シー。心に何かを抱えて生きている人たちの中にはその何かを素直に相手に伝えられず思ってもないことをぶつけてしまう人もいると思います。僕はそういうものをぶつけられたり、そんな人が話す言葉とその背景を考えたりすると、そんな人についてもっと知りたくなるのです。そういう人に振り回されてでもなんとか力になりたいとか支えになりたいとか思ったりもする。捕まえるなんて思わずにゆっくりと側でその人のことを見守っていけたらいいなと心の底から思うのです。配信シングル『天の弱シー』2024年10月9日水曜日リリース配信リンク https://lnk.2/amanojax/live 情報 X プレゼンツ FM802-35th アニバーサリー BE ファンキー南ホイール2024年10月13日日曜日大阪心斎橋一帯 https://minamiwheel.jp/図解は相馬にて14時30分出演。ラブポップボリューム44南ホイールエディションマイナス2024年10月15日火曜日大阪心斎橋パンゲア出演。カマイレオングリンプスグループジルスナッチモノミツインズ図解ショップホリデーレコーズ喫茶室ラハトオープン18時スタート18時30分 ADV 2800円プラス1D 600円当日南ホイール2024のパステージでドリンク代サービス。